朝か。今日は任務だっけ？集合場所は？木の葉の門。それなら遅刻しないわね。じゃあ行ってくるわ。気をつけてね。こうして集まるのは久しぶりだな。ゼロ関係の事後処理であちこち走り回ってましたもんね、この浜に先生。なかなかにハードだったぞこれ。お疲れ様です。それで今回の任務はどんなものなんですか？ペット探しだな。またですか？前も同じようなことしませんでした？この前の騒動の折にどさくさに紛れて逃げ出したペットが多数いてな、今でも見つかっていない動物がいる。今日はそいつらの捜索と捕獲だ。これ今回は大変そうだね、ボルト。ボルト？なんだっけ？おいおい、話聞いてたか？久しぶりの任務なのにそんな調子じゃ心配だぞこれ。大丈夫だって、俺はやるときはやる男だし。よし、これにて任務完了だ。これ思ったより時間がかかったね。悪い、俺がヘマしちまったからな。あんた気合入ってないんじゃない？何回失敗したと思ってんの？だから悪いって言ってんだろ、この借りはちゃんと返すってばさ。そういうことじゃなくてさ、この葉丸先生、今日はもう終わっていいんだろ？そうだな、追加任務も入ってないようだし。そんじゃこれにて解散だな、お疲れ。ちょっと待ちなさいよ。それじゃこの葉丸先生。ああ。ねえボルト。なんだよ。あんたこの前からずっと元気ないけど、もしかしてナナシさんのこと気にしてんの？やっぱりそうなんだね。別に関係ねえだろ、何考えてようが俺の勝手だ。それが元で任務中にヘマされちゃこっちに迷惑かかるんだって。悪かったって言ってんだろ。ねえ、今思ってることを話してみなよ。それで少しは楽になるかもしれないじゃん。私ら同じ班の仲間でしょ。あのメルツとの戦いがあってからずっと思ってることがあるんだ。どうやったら俺はナナシを助けることができたんだってな。その時の報告は聞いてるけど、状況から判断すると彼女を助けるのは難しかったんじゃないかな。あの時7代目もサスケさんも力を使い果たしていて、君もボロボロだったんでしょ。しかも彼らが作った金庫樹の輪は対象者にかなりの負担をかけていたようだし。よく調べてんな。金庫樹については親から聞いた情報だけどね。けどそれでも俺はなんか方法があったんじゃねえかって思っちまうんだよ。でそれが頭ん中ぐるぐるして集中力が欠けちまってる。情けねえってばさ。ボルト。久しぶりに3人で忍者ヒーローズやろうよ。ああ、その感じだと全然やってないでしょ。
久しぶりにみんなでやれば気晴らしになるんじゃない？けどよ、大好きなゲームでもやればあんたのその神器臭さも薄れるでしょね。美月もいいよね。うん、それじゃあ決まり、この後向こうで集合。じゃあ後でね。強引なやつ。サラダなりに気を使ってるんだよ。それは分かってるけどな。忍者ヒーローズか。久しぶりだな、ここに来んのは。いるわけねえか。そういや、あいつらどこだ？まだこっちに来てねえのかな。ボルト。あ、トネリさん。話がある。時だまりの間に来てくれ。仲間の二人はもう呼んである。話？一体何のことだってばさ。詳しくはそこで待っているよ。なんだ？話って？まずは現世の事件を無事に解決したこと、本当によくやってくれた。無事ってわけじゃねえけどな、俺の中では。君が苦悩している理由は分かっている。だからこそこの空間をこれまで維持していた。どういうことだよ。本当ならナナシさんが亡くなった時に消失するはずの空間をトネリさんの力で残してくれてたんだって。そうだったのか。そんなこと知らない世間は勝手に雷門カンパニーが開発を引き継いだとか言ってたけどね。それは仕方ないんじゃない？トネリさんが絡んでるなんて全く分かんなかっただろうし。話を戻そうか。私がここを維持している理由はある奇跡を起こすためだ。それはこの空間を使わねば決してできぬ、まさに禁忌の手段。なんか大層な話になってきたな。一体何をやろうってんだ。歴史介入。歴史介入？そう、かつて君にやってもらったのは過去をめぐりナルトの記憶を回復させる行為。それには制限があり、君自身は介入ができなかった。だが今回私が言っているのは介入を許すということ。つまり人の歴史を変えることができる。けどそんなことって。歴史介入は通常なら絶対にできない。しかし三つの特殊条件を満たすことができれば、ほんのひとときだけその可能性が開く。その三つの条件というのは何なんですか？一つ目は時の断りすらも操る不安定な空間を糧とすること。時の断り、空間？つまり忍者ヒーローズのことだよ。その通り。この空間は月読みを用いて作られた空間。故に時の流れが曖昧で、過去とのつながりを作りやすい。二つ目は、満月の晩であること。時を開くには、地上に流れる流脈の力を利用しなければならない。流脈は、空に満月が浮かぶ時こそ、最も活発になる。その力を存分に使うためにも、時期の見定めは重要だ。次の満月を迎えるのは明日だ。
そして最後の3つ目、現代の人物と過去の人物とのつながりを示すものが必要となる。それには互いのチャクラが混ざっていなければならない。それが互いを引き寄せてくれる。でもそれって難しくないですか？だって生きてた時代が違うのにお互いのチャクラが混ざるだなんて、普通に考えたらそんなこと。そう、普通だったらそんなことはありえない。だからこそ歴史介入は絶対にできないと言ったのだ。しかしそれがなければ時の狭間を道しるべのないまま永遠にさまようことになってしまう。ボルト、君は分かっているはずだ。今の世に彼女と君をつなげるものが存在すると。そうなの、ボルト？今ほぼ二つ目までは揃っている状態だ。最後の一つを持ってくれば、打ち放なしの遥かなる過去へ遡ることができ、君の望む彼女の救済が可能となる。すごい。でも遥かなる過去ってどういうことですか？そのままの意だ。遥か昔の時代、つまりナナシが生きた戦国時代のことを指している。でもそれだと。それでいいってばさ、ボルト。その時代のナナシを助けることが一番いいことだ。そうなんだよな、トネリさん。戦国はナナシを形成した時代、そこが彼女にとってのターニングポイントでもある。その時のナナシを救えば。明日の夜だ。ナナシの過去を変えたいならば、明日の夜に彼女とのつながりを示すものを持ってくるんだ。おう。で、なんでお前らが集まってんだよ。あんたが忘れてないか心配でね。なわけあるかよ。ナナシを助けられるかもしれねえ、せっかくのチャンスなんだぜ。でも、トネリさんが言ってたものって本当にあるのかい？ああ、あいつにもらったもんがあるんだ。ちょっと返してもらわなきゃいけねえけどな。ん？首飾り？本当に悪いんだけど、兄ちゃんに返してほしいんだ。どういうこと？ひまちゃんが持ってる首飾りがナナシさんからもらったものなの？ああ、あいつが最後に渡してくれた大切なもんだ。私とボルトの奇跡。小さいけど大切。その首飾りの石が二人の奇跡だっていうの？約束した父ちゃんの首飾りは手に入らなかったからな。代わりのものとしてひまに預けてたんだ。なるほど。確かに二人をつなげるものとしてはこの上ない代物だね。だろ？今、いいのか？お兄ちゃん、ずっと落ち込んでたでしょ？でも今日のお兄ちゃんは、すっごい嬉しそうなんだもん。何しようとしてるかは分かんないけど、頑張ってね。兄ちゃん、頑張ってくんぜ。あんがとな、ひまわり。
よし、準備 OK だ。お、二人とも来てたんだな。まあね、どうなるか気になるし。君とナナシをつなげるものは手に入れたかい？あ、ってしまった！あれは現実世界のもんだから、こっちに持ってこられるはずがねえ。そういえば、そうだね。俺、しっかり握っとけば、勝手についてくるもんだとばっかり。それでいい。君が身につけてさえいれば、呼び出すことができる。うわあ！これで全て揃った。これより、忍者ヒーローズという環境を糧とし、過去をつなげる扉を作る。さらに、龍脈を使うことで、その扉は開かれ、ボルトとナナシの軌跡を用いれば、彼女の過去まで送り届けることができるだろう。あとは遡った先で、彼女を救うことができれば。万事解決ってわけね。いよいよだな。どうしたんだよ、トネリさん。歴史介入を行うには、最後に一つ、重要な決断をしなければならない。決断？ここまで来て、一体何を決断しなきゃいけねえんだ？君が歴史介入を行い、無事ナナシの過去を解決したとする。ああ、そのために行くんだ。だが、ナナシを助けた場合、その時は先のゼロの反乱における出来事は全てなかったこととなる。ゼロの反乱はナナシを鍵として行われた出来事だ。しかし、君が過去のナナシを救い、彼女が封印されることのない人生を歩んだ場合、ナナシが現代に現れる可能性もなくなるということ。ナナシという鍵が欠けるということは、ゼロは反乱を起こすことができない。つまり、ゼロの反乱はなかったことになる。もちろん、事態を解決した君の活躍もなくなる。父親の過去を追いかけたことも含めて。もう一つ、ゼロの反乱がなかったことになったら、消失してしまう重要なことがあるよね。この場合、美月、順を追えばわかることだよ。そもそも僕たちがナナシという存在を知ったのは忍者ヒーローズだったよね。忍者ヒーローズはゼロの計画を進めるためにナナシが作り出した空間のはず。彼らの計画はナナシの能力があってこそのものだった。でもナナシを助けた場合、彼女がゼロに加担する未来がなくなる。ということは、ゼロの計画は進まず、忍者ヒーローズも当然作られない。それは、僕らがナナシに出会う機会も作られなかった、ということになる。つまり、ナナシとのつながりもなくなる。そういうことか、美月。そんな。君は決断しなければならない。このまま、ナナシとのつながりを抱いた状態で先の未来を生きるのか、それとも彼女とのつながりが消失することになっても彼女を救うため過去へ遡るのか。へっ、んなの悩むことじゃねえってばさ。悩むことではない。選択肢なんて最初からねえよ、俺の中には。ナナシを助ける、絶対にな。これまでの出来事が消えるとしても。ああ、それでもいい。ナナシが助かるんならな。そのナナシとのつながりがなくなるとしても、それでも彼女のために過去に行くと。ああ、それでもだ。それに、一度できたつながりはそう簡単には消えねえよ。俺は忘れる気なんて全然ねえけど、でも、もし
万が一ナナシのことを忘れちまったとしても大切なもんは心の中に残る、そう思うんだ。これが俺の答えだ。ナナシを助けるために俺は過去に行く。最初から選択肢はないか。分かっていた上で決断してもらったつもりだが、君は本当に強い子だ。じゃあ行ってくんぜ、サラダ、ミツキ。僕に届いたように彼女にも君の光は届くはず。ボルトなら大丈夫だよね。あんたのことだから無茶すんなっつっても無駄だろうし、だったら思いっきりやりたいようにやってきなよ。おう。遥かなる奇跡に通ずる扉よ、断りを代償に、龍脈を源に、かのしるべを伴い、今しばしの奇跡を起こしたまえ。扉に入れば過去の世界へ降り立つことができる。奇跡によってナナシの近くまでは導かれるだろうが、そこから先は君次第だ。分かってるってばさ。過去に戻っていられる時間は朝を迎えるまで。朝を迎えてしまうと強制的に現代へ戻ってしまう。それまでに彼女を。トネリさん、いろいろ案がとな。バッチリ決めてくるぜ。礼は成功してからだ。だな。待ってろよ。あの時伝えられなかったこと絶対に届けてやる。行ってくる。うん、頑張ってきなさい。ここが過去の世界。ナナシの近くまで導かれるって言ってたっけ。ってことは怪しいのはあそこか。待ってろよ。さてどうする。こん中からナナシを見つけなきゃなんねえ。トーカの弟が死んだ。これで5人目だ。くそ、戦時の鬼畜どもが。明日こそ奴らを血祭りにあげてやる。ナナシを用意しておけ。ああ、今ナナシって。ラッキー、あの人らを追えば意外と早く見つけることができっかも。おい、何者だ貴様。やべ、何者だと聞いている。いや、そう、なんと言いますか、うちは一族のファン的な。あ、何者だ。わからん、ただ素人な感じではなかった。スパイかもしれんな。こいつのことは後でじっくり調べてやる。牢に放り込んでおけ。ああ、残りは明日の準備だ。な、ここは
方か。あいつらに捕まっちまったのか。こんなとこで時間潰すわけにはいかねえな。死にたいの？え？あっち！マジかよ。燃える仕組みなのかこれ。アンガトな、声かけてくれなかったら丸焦げになってたかもしんねえ。っていうかもう一人いるとは思わなかったぜ。お前も捕まった口か。お互いついてねえな。けどちょうどいいや。あな、今会ったばかりの人にこんなこと聞くのはおかしいかもしれねえけどさ、俺人探しをしててよ。お前知らねえかな、内葉一族の。って聞いてるか。聞く必要がない、私には関係ない。つうかお前ナナシか。だから何。あ、会えた。お前こんなとこにいたのか。なんつう巡り合わせだよ。けどよかった、会えてよかったってばさ。よし、第一目標達成。次はお前と一緒にこっからの脱出だな。んだよ、できねえとでも思ってんのか。大丈夫、牢屋くらい俺の術で壊してやるよ。一人で出ていけばいい。ん？私は兵器、私は一族のために戦う存在。指示通りに術を使う、敵を滅ぼす。泣かない、動じない、逃げない。痛みは耐える、死ぬ直前まで。命令があるまで牢屋で待機。何があっても外には出ない。それが私に課せられた使命。それを守らなければ、私は。違う、お前が生きるのはこんな暗いジメジメした場所じゃねえ。お前は戦いに使われるだけの存在じゃねえ。お前はお前の道を歩かなきゃいけねえんだ。私許せねえ、ナナシをこんなにも。絶対に解放してやる。どういう仕組みかは分かんねえけど、術も封じられてんのか、ここは。そんなとこに、ずっとこいつは、一人で。こじ開ける！バカなことを諦めた方がいいのに。バカなことあるかよ。それにな、どんなことも諦めなければ道は開くもんだ。俺の父ちゃんもそうやって道を開いてきた。俺だって諦めたくねえからここまで来た。やめてよ、もうやめてよ。私はもう諦めてるんだから。私はこのまま。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。お前の居場所はここじゃねえ。なんで、なんで私なんかを。なんだ今の音は。封印牢からだ。
くそ、やっぱ気づかれるよな。逃げるぞ。封印を解除されたとでも言うのか。一体誰が。まさか千住殿では。ならば奴らの狙いはナナシか。ナナシを逃がすな。必ず捕まえるんだ。ここから出たらお前はもう人に使われることはない。でも安心しろ。安全なとこまで俺が死んでも守ってやる。ナナシ、俺を信じろ。行くぞ。くそ、いない。探すぞ。まだ遠くには行ってないはずだ。いたぞ。くそ。お前はあの時の。舐めた真似しやがって、クソガキが。ナナシはどこだ。さあね、あいつとは別々に逃げたから俺は知らねえってばさ。二人で逃げている姿を見た奴がいる。あいつを守ろうとしても無駄だ。途中で離れ離れになっちまったんだよ。ここにはいねえ。隠してもお前のためにはならんぞ。だから知らねえって言ってんじゃん。ガキのくせに大した玉だが、大人をからかいすぎだ。知ってたとしてもお前らには教えねえ。お前らに教えたらあいつはまた不幸になっちまう。不幸ではない。奴の存在が我らに勝利をもたらすのだからな。一族のために戦ってこそ本物の忍びだ。お前らはあいつを兵器として扱ってる。忍びとしても見てね。ほう、よく知っているな。だがそれはこの時代に生まれてきた者の定めよ。忍びとして戦う者、兵器として使われる者、持ちつ持たれつの関係が一族をより強くする。そのために人一人の人生がむちゃくちゃになってもいいってのか。それが戦国だ。させねえ。絶対に。あいつにはもう二度と辛い思いはさせねえ。適当に痛めつけるぞ。ナナシの居場所と奴がどこの一族のものか吐かせる。ああ。やりすぎて殺すなよ。俺が勝てるような相手じゃねえ。あいつが完全に逃げ切るまでできる限り時間を稼ぐことだ。これも豪華級の術。カドンスいっけない。Don't!
一撃が鋭い。これが戦国時代。あいつちゃんと逃げてんだろうな。あの人はただの気まぐれで助けてくれただけ。偶然私を助けてくれただけ。それ以上でもそれ以下でもない。だから私は逃げればいい。善意なんてこの世にはない。そろそろ抵抗をやめてはどうだ。まだまだだろうな。短い時間だったが、お前はなかなかの忍びだと分かった。敬意を表し、こちらも本気で相手をしよう。カトン、王戦陣の術。くそ、ここまでかよ。あいつが逃げられたなら、それで。アマテラス。ナナシ。やはりいたか。お前、なんで。俺が戦ってる隙に逃げてりゃよかったのに。わからない。私だってわからない。でも偶然でも気まぐれでも、私を助けてくれる人は今まで誰もいなかったから。それにナナシ、貴様、我々に盾つくとどうなるか分かっているのか。一族を裏切る者には重い処罰だ。いいな。私うるせえってばさ。ここにいるナナシはもうお前らが知ってるウチハナナシじゃねえんだよ。誰から命令されたわけじゃねえ。自分で決めて自分でここに戻ってきた。しかもお前たちに降参するためじゃねえ。自分の道を歩くためだ。人が作った運命に自分が負けてんじゃねえよ。それにな、どんなことも諦めなけりゃ道は開くもんだ。自分で決めて自分で作っていくのがお前自身の運命だろうが。ナナシ。そう、自分で決めて自分で作っていくのが私自身の運命だとするなら、あなたと共に戦うことを決めるのも私自身。なぜ初めて会ったあなたの言葉にこうも心が熱くなるのか、今この場でもわからない。でも今まで会ったいろんな人たちの中で、あなたは、あなたの言葉は違う。なぜだかそう思った。だから今だけは
私は私の運命のために戦う。お前、手を。ああ。ヤジホコってやつか。これ私が集めたチャクラをあなたに渡した。やれるよね。できねえことがあるかよ。絶対勝つ。ナナシが敵に回るとは厄介だが、奴を逃すわけにはいかん。これが最後の戦いだ。行くぞ。まさかヤチホコを使うとは。気をつけろ。ヤチホコを使ったとなれば、あのガキはかなりの強さを手に入れたということになる。ただし、勝手な真似を。勝手？違う。ナナシはやりたいことを自分で決めてやったんだ。そこにお前たちの許可なんていらねえ。自由にやるのはナナシが人間だからだ。ナナシはもうお前たちが操る兵器なんかじゃねえんだよ。ここだ。カトン、このまま追い詰めるぞ。まだだ。絶対に諦めてたまるかよ。なんなんだ奴の企画は。ナナシ、大丈夫か。もっともっと飛ばしていくぜ。分かった。ガキども、調子に乗りやがって。こいつら何なんだ。目の前にあるんだってばさ。ナナシの自由がやっと目の前まで。えい、まさかヤチホコを使うとは。気をつけろ。ここを使ったとなれば、あのガキはかなりの強さを手に入れたということになる。ただし、勝手な真似を。勝手？違う。ナナシはやりたいことを自分で決めてやったんだ。ここにお前たちの許可なんていらねえ。自分にやるのはナナシが人間だからだ。ナナシはもうお前たちが操る兵器なんかじゃねえんだよ。ナナシ、大丈夫か。大丈夫。大丈夫。もっともっと飛ばしていくぜ。わかった。いけ。ガキども、調子に乗りやがって。こいつら何なんだ。お前にあるんだってばさ。ナナシの自由がやっと目の前まで来たんだ。ここまで来たんだ。最後の最後で負けちまうなんて、そんなカッコ悪いことできっかよ。お前らを倒して、そんでナナシの本当の道を切り開く。それは今できる俺の最大限だ。どうサカゴ、どこを見ている。サカゴ、よし、これでナナシは。まさかあんなガキ共に。
ここまで来ればもう大丈夫だろう。信じられない。本当に逃げられたの？ああ、これでお前は自由だ。自由。俺ができんのはここまでだ。え？一緒に来てくれるんじゃないの？悪いな、ちょっと事情があって一緒には行けねえんだよ。あなた何者なの？詳しくは教えらんねえけど、とにかくお前を自由にしたかったんだ。なんで？なんで私なんかのためにここまで？俺にとっちゃ私なんかっていうような安っぽい関係じゃねえんだ。お前は俺にとって大切な友達だ。だからお前を助けたかった。命を懸けてでも。あれが新しい兵器だとよ。あの人何？あれには話しかけちゃダメよ、危険だから。顔色変えずに人を倒していくらしいぜ。まあ上役がうまく使ってくれるだろう。今のお前に言っても意味わかんねえよな。でも俺にとっちゃお前はお前だ。そこは絶対に変わらねえ。だからどうしたよ？私はずっと一人で、ずっとずっと暗い場所にいて、みんながまるで人として見てくれていなくて、誰も味方が、誰も味方なんていないって思ってた。でも偶然でもない、気まぐれでもない、私を助け出してくれる人がここにいた。私を友達と言ってくれる人がここにいた。私は今まで生きててよかった。私を助けてくれてありがとう。私を自由にしてくれてありがとう。ああ。なあ、畜生。もう時間か。何？悔しいけどこれでお前とはお別れだけど、最後に伝えとかなきゃいけねえことがある。いいか、お前はもう七死なんかじゃねえ。光、内葉光だ。お前の父ちゃんと母ちゃんがつけてくれた
本当の名前で、新しい場所で、太陽の下で生きるんだ。そんで、人界は辛いことばかりじゃねえってこと分かってほしいってばさ。待ってよ、やだ、行かないでよ。私はあなたのこと何も知らないのに、名前すら。そんなんじゃ私何も。渦巻きボルト、いいか、俺たちは離れ離れでもずっと友達だ。お前は絶対に一人なんかじゃねえ、忘れんな。俺はずっとお前を応援してっからな。ボルト、やだ、行かないでよ。ボルト、絶対幸せになれよ、ウチハ光。朝か。今日は任務だったな。集合場所は？木の葉の門。それなら遅刻しないわね。じゃあ行ってくる。気をつけてね。こうして集まるのは久しぶりだな。久しぶりなのはこの浜の兄ちゃんだけだけどな。ずっと他の任務に入ってましたよね。何してたんですか？ある地下組織の情報が入ってな。それの掃討作戦に加わっていたんだ。これ地下組織って何と言ったか、確かゼロとか名乗ってたかな。いろいろと企てていたようだが、すぐに鎮圧できたよ。サスケさんの助けもあったしな。え、パパも参加してたんですか？ああ、近々家に帰ると言ってたぞ、これ。やった！おーおー、喜んじゃってまあ。なに、娘が喜んじゃダメだっての？別に、ただお前の反応を珍しがっただけだよ。ゆうか、あんただってパパに会えるの嬉しいんじゃの？まあな、今度は何を教えてもらおうか悩んじまうよな。サスケさんを追う身としては、やっぱサスケさんが使う術は全部押さえときてしよう。だから今度教えてもらう術はんだよ。いや、なんか今日のボルトは心なしかいつもより明るいと思ってね。あ、美月も思った？声が軽いんだよね、なんとなく。あんた、なんかあった？いや、特に何も。何それ、理由もなく明るくなってるわけ？それが俺も不思議なんだよな。今日朝起きた時から自然と心がポカポカするっていうかさ。意味わかんないんだけど、
俺だってわけわかんねえよ。この葉丸先生、一人変なやつがいます。ひってえな。ったくお前らは相変わらず仲がいいな。これどこが。さて雑談はこれくらいでいいだろう。そろそろ任務に向かうぞ。よし、今日はささっと終わらせてパパを迎える準備しないと。気合い入れなよ、ボルト、ミツキ。うよ。それじゃあ出発だ。これどうしたの。いや、今日はやたらと太陽があったけえなと思ってさ。そう。さ、行こうぜ。今日は忙しくなりそうだってばさ。